松野来宮は、日本の政治家。本名表記、松野より久し。衆議院議員、内閣官房副長官、日本維新の会副代表権国会議員団、代表権国会対策委員長、同幹事長代行権国会議員団幹事長、維新の党代表代行権国会議員団、会長権選挙対策委員長、同幹事長、維新の党代表、 衆議院科学技術、イノベーション推進特別委員長、民進党国会対策委員長を歴任。父は、衆議院議員、防衛庁長官、農林大臣、労働大臣、総理府総務長官を歴任した松野来造。祖父は、参議院議長、鉄道大臣、衆議院議員を歴任した松野鶴平。次女は2016年ミス日本コンテストグランプリ。 受賞者の松野美香。熊本県かも郡菊花村生まれ。父は松野雷蔵慶応義塾高等学校を経て1987年、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。父、雷蔵が元熊本県知事で日本新党を決闘した細川森広の政治的な貢献人であった縁で日本新党に入党し、1993年より、 日本新党本部に勤務する。1994年、日本新党の回答に伴い新新党決闘に参加し、同党事務局に勤務。1995年8月より、細川の秘書を務める。細川は1997年に新新党を離党し、フロムファイブを決闘。民政党を経て、1998年の民主党決闘に尽力したが、 その直後、官暦を理由に、衆議院議員を辞職。松野は、細川の議員辞職に伴う衆議院、熊本一区補欠選挙に、民主党公認で出馬したが、自由民主党公認の岩下栄一に敗れ、落選。2000年の第42回衆議院議員総選挙に再び、熊本一区から民主党公認で出馬、岩下を破り初当選した。以後、 熊本一区で連続四選。2009年9月、鳩山幸夫内閣で内閣官房副長官に任命され、鳩山内閣メールマガジンの編集長を務める。2010年6月、菅直人内閣発足に伴い官房副長官を退任した。同年9月の民主党代表選挙では、鳩山グループ所属ながら、 現職の菅直人首相の対抗馬に小沢一郎を擁立する動きを見せ、小沢の推薦人になを連ねるが、小沢は菅に敗れた。同年9月、衆議院議員運営委員会筆頭理事に就任。同年10月、菅太平を戦略的経済連携協定に反対する民主党議員の勉強会、TPP を慎重に考える会の立ち上げに参加し、 同会幹事長に就任する。同年12月、民主党役員会で岡田克也幹事長らが小沢の衆議院政治倫理審査会招致を議決する方針を決定しようとした際には約40人の議員らと共に抗議した。2011年1月、国会対策副委員長に就任。同年4月、統一地方選敗北を受け、 熊本県連代表を辞任する意向を表明し、官卸の動きに拍車をかけた。同年6月、第177回国会の延長幅を50日間と、する民主、自民、公明の三党合意を、菅首相が拒否し70日間となったことを受け、22日に、衆議院議員運営委員会筆頭理事の辞表を提出し、29日付で受理された。同年7月、 鳩山グループ幹事長に就任。同年8月の民主党代表選挙では、海江田万里の推薦人に名を連ねるが、海江田は野田義彦に敗れた。同年9月、第178回国会が9月16日閉会の方針から腰石あず幹事長の指示で14日間の会期延長に急遽変更となったことへの不満から、16日に松本武明 加藤光一らとともに国体役員の辞表を提出したが、辞表は受理されず、越医氏から20日付で1ヶ月間の禁慎処分を受け、最終的には禁慎明けの国体副委員長復帰を表明した。同年12月、小沢一郎を会長に結成された新しい政策、研究会に参加し、役員に名を連ねる。二千十二年三月、自民、民主、 みんなの3党の中堅、若手議員7名による、超党派で大阪維新の会と連携した、同州制型統治機構研究会を立ち上げ、会長代行に就任した。同年の消費増税をめぐる政局では、消費増税法案に反対する意向を、表明、6月26日の衆議院本会議前に、衆議院議員運営委員会筆頭理事の辞表を提出し、 同法案の採決では、党の賛成方針に反して反対票を投じた。民主党は7月3日の常任幹事会で、党員資格停止2ヶ月の処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年9月、前日の同州生型統治機構研究会の他のメンバー6名とともに日本維新の解決制に参加することを表明し、 11日に民主党に離党届を提出したが民主党は離党届を受理せず10月5日付で除名処分とした。同年10月日本維新の会国会議員団代表に就任。同年11月太陽の党の日本維新の会への合流に伴い国会議員団代表には平沼武夫元経済産業大臣がつき、松野は 国会議員団幹事長に就任した。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、熊本一区で自民党現職の木原実に敗れたが、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、5選。2013年7月の第23回参議院、議員通常選挙後、民主党の細野武志、みんなの党の枝健治と勉強会を発足させることで、 合意した。同年12月、みんなの党を折り通した、枝らとの野党再編に意欲を示し、勉強会、既得権益を打破する会を発足させた。2014年7月の日本維新の会の分党に、際しては、6月10日から橋本通る共同代表を中心とするグループの国会議員団代表を兼務するなど、中心的な役割を果たし、分党後の日本維新の会では、 執行役員幹事長代行に就任した。同年9月21日に日本維新の会と祝いう愛の党が合併してできた維新の党では執行役員として代表代行に指名され就任するとともに22日に立候補の届出が行われた国会議員組織長選挙において無投票選出され初代国会議員団会長に就任した。同年12月の 第47回衆議院議員総選挙では、熊本一区で再び木原に敗れたが、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、6選。2015年5月20日、国家基本政策委員会合同審査会での内閣、総理大臣、安倍晋三との投資討論にて2015年6月17日、国家基本政策委員会合同審査会での内閣、総理大臣、 安倍晋三との党首討論にて2015年5月19日、維新の党は、両院議員総会を開き、大阪都構想が、住民投票で否決されたことを受け引席辞任した、江田前代表の後任に松野を選出した。任期は、同年9月までで、9月に代表選を改めて実施する予定であった。しかしその後、維新の党は、幹事長の柿沢水戸が、 山形市長選挙において民主党、共産党などが推薦する立候補者を独断で応援に訪れたことをきっかけに内部対立が鮮明化し、松野は橋本らと対立する。橋本は維新の党を折り通し、松野執行部は2015年10月に橋下に近い議員を除席処分とした。しかし橋下側は松野の代表任期は9月までであったと指摘し、 除籍処分を無効と主張。10月24日に独自に党大会を開催し、馬場信之衆議院議員を党代表とする新執行部がその場で選出され、維新の党は執行部を名乗る勢力が2つ存在する事態となった。松野は馬場執行部を認めず、一方で馬場側は松野が代表人気が切れた後に、 政党の事務所所在地など変更する書類を党代表者として作成し、関係各所に提出したことは、有印私文書偽造にあたるとしてし告訴する方針を表明。松野の維新の党代表としての地位は、同年12月8日まで、低層状態にあった。2016年3月、維新の党は、民主党と合流して、民進党となり、松野は代表代行への就任を打診されたが、 かつて民主党を除名された責任を取るとして誇示し、無役となった。同年8月3日、民進党代表選挙を前に、旧維新の党グループを政策グループ化し、旧維新の党代表経験のある枝と松野が共同代表に就任した。しかし、枝が連邦を支持したのに対して、松野は前原政治を支持し、グループは一致結束した、投票行動を取れずに終わった。こうした、 路線対立から、選挙後、松野は執行部と距離を置き、枝と田元を分かつ動きに出た。2017年4月6日、新グループ、送信会を旗揚げして会長に就任し、維新の党出身の衆議院、議員13人が参加した。同年9月の民進党代表選挙では、前原の推薦人を務め、前原が代表に選出されると、国会対策委員長に就任した。 同年9月28日の民進党、両院議員総会で、希望の党への事実上の合流方針が了承された、ことを受け、第48回衆議院議員総選挙では、熊本1区から希望の党公認で出馬したが、木原に敗れ比例復活もできず落選した。ありがとうございます。